ノースダコタ大学はアメリカ合衆国ノースダコタ州グランドフォークスにある州立総合大学。州創設に先立つこと6年、1883年にダコタ準州に創立した同州最古の大学である。同学はリベラルアーツ教育を行う大学として始まり、その後規模を拡大して学術的研究も行う大学になった。 同学は八つの学部と大学院を有している。また、州唯一のロースクールやメディカルスクールを含め、同学は様々な専門職プログラムや特別プログラムを提供している。中でも、同学は航空宇宙学部に最も力を入れている。また、同学のキャンパス内には、1983年に同学に編入される以前はエネルギー省の管轄下にあった。 エネルギー、環境研究センターや、農務省の人間栄養研究センターといった、連邦の研究機関も置かれている。ノースダコタ大学のスポーツチーム、ファイティングホークスは、NCWA のディビジョンアイで競っている。中でも、男子アイスホッケーチームは、全米屈指の名門として知られ、全米優勝8回を誇る。男子アイスホッケーチームは、 キャンパス内に立地するラルフ・エンゲルスタッドアリーナを本拠地としている。休学調停。オックスフォードハウスとして1973年に国家歴史登録財に指定されている。ノース・ダコタ大学はノース・ダコタ州創設に先立つこと6年、1883年に創立した。グランド・フォークスの初期の入職者の一人で、ダコタ準州議会議員のジョージ・ h ウォルシュは、 グランドフォークスにノースダコタ大学という名の新しい公立大学を創設する法案を巡守議会に提出した。公の場でノースダコタという語が用いられたのはこの法案が初めてであった。最初の授業は1884年9月8日に行われた。大学最初の校舎であるオールドメインには教室、教職員室、学生寮の部屋、 および図書館がすべて一つの校舎内に入っていた。初期のノースダコタ大学はグランドフォークスから西へ2マイルほど離れたところに、周りを農場や原野に囲まれたわずか数エーカーのキャンパスを有するに留まっていた。キャンパス外に住む学生は午後にのみ運行された列車、もしくはブラックマリアと呼ばれた大学が運行するバシャバスで通学していた。 20世紀初頭のキャンパスの光景がいくつか描かれた絵葉書大学の規模が大きくなるにつれて、キャンパスには校舎が次々と建設され、グランドフォークス市中心部と大学とを結ぶトロリー網も整備されていった。その一方で、大学は様々な困難にも直面した。1918年にはノースダコタ州だけでも1400人の死者を出したインフルエンザの流行により、 ノースダコタ大学は全米でも最大級の被害を受けた。同年、キャンパスを第一次世界大戦に出征する陸軍兵士の基地とするため、授業が全面休校となった。世界恐慌の最中にはノースダコタ大学は学内で肉体労働に携わる学生に無料で寄宿舎を提供した。鉄道の車掌車を利用したこの寄宿舎は、キャンプ、 ディプレッションと呼ばれ、一台あたり男子学生8人を詰め込んだ。キャンプディプレッションの学生は、食堂で通常の食事にありつくことはできず、無料で与えられる残飯で腹を満たさざるを得なかった。しかし、グランドフォークスの市民はしばしば、キャンプディプレッションの多くの学生に、家や食卓を解放した。第二次世界大戦中は、学生数が775人まで激減し、 そのほとんどは女子で占められた。しかし終戦後は、福音兵が大量に入学し、学生数は一転して、急増、一気に3000人を超え、教室や学生寮は逼迫した。1958年には男子アイスホッケーチームが初優勝を果たした。1968年には、ジョン・ D ・オデガード航空宇宙学部が創設された。その一方で、 1960から70年代にかけては、ノースダコタ大学でもベトナム反戦運動や公民権運動など学生によるデモが相次いだ。中でも、1970年5月、オハイオ州のケント州立大学で州兵がベトナム反戦運動参加学生に銃を乱射した事件に対する抗議として全米各地で起きたデモはグランドフォークスでも1500の2000人を集めた。 史上最大級のものとなった。1980年代に入ると、学生数の増加、学生層の多様化、専門職大学院の認定、新たな修士号、博士号授与プログラムの創設など、ノースダコタ大学は、あらゆる方面で発展した。研究施設の新設や航空宇宙学部の発展に、伴い、キャンパスも広がった。また、学内にコンピュータをはじめとする、 先端技術が学内に広まり、学生と教員の両方がその恩恵を受けた。1990年代に入っても大学は発展し続けたが、1997年春に北のレッド川が大洪水を起こし、多数の校舎が浸水、その年度が終わるまで休校を余儀なくされた。学生ウェルネスセンター大洪水後の復興において、21世紀に入ると、 大学内の至るところで校舎その他の建物の改修や新設が相次いだ。2001年にはフットボールチームの本拠地となるアレラスセンター及び男子アイスホッケーチームの本拠地となるラルフ・エンゲルスタッド・アリーナという2つの大きなスポーツ施設が完成、開館した。2004年にはラルフ・エンゲルスタッド・アリーナの隣に女子バレーボールチーム および男女バスケットボールチームの本拠地となるベティエンゲルスタッドスセンターが完成、開館した。2006年には学生の心身の健康増進を目的とする学生ウェルネスセンターが開館した。また、駐車場の増設、アパート型学生寮の建設、同窓会館の建設、教育、人間発達学部校舎の改修、増築、およびエネルギー、 環境研究センターの増築といった建設プロジェクトも次々と進められた。2016年には1億2376万ドルを投じて建設された医学部本部が完成した。ノースダコタ州立大学のアグリビジネス、応用経済学科がノースダコタ大学システム全体について出した報告書によると2017年度にノースダコタ大学が 地域経済に与えた経済効果は約15億4900万ドルに上ると算出された。また、ノースダコタ大学は、グランドフォークスにおいては、アルトゥールヘルスシステムやグランドフォークス空軍基地等と、共に、またノースダコタ州全体でも、アルトゥールヘルスシステムを含む、私立医療機関グループやオールマート、ノースダコタ州立大学等と共に、 最大の雇用主のうちの一つに数えられている。ノースダコタ大学メインキャンパス校内地図。ノースダコタ大学のメインキャンパスは、グランドフォークス市中心部の西約2マイル、ユニバーシティアベニュー沿いに位置し、その広さは550エーカーである。キャンパスは、東西約1.5マイルにわたり、西端には、週間高速道路29号線が通り、東端には、ユニバーシティパークが立地し、 そのほぼ中央を、イングリッシュクーリーという小川が蛇行しながら流れている。メインキャンパスの南には、BNSF 鉄道のグランドフォークス車両基地が立地し、北には、グランドフォークス市内で、ゲートウェイドライブという通りになっている国道2号線が通っている。キャンパス中央部及び東部メリフィールド、ホールメインキャンパス中央部は、ノースダコタ大学で最も古くから、あるエリアで、 歴史的建造物が立ち並んでいる。キャンパス中央部には教育、研究用途の建物が最も多く集中している。キャンパスの中心には、ノースダコタ州全体でも最大の図書館である、チェスターフリッツ図書館が建つ。道館の高さ82フィートのタワーは、ユニバーシティアベニュー沿いのランドマークになっている。道館の南側は、舞い上がる。 私の像やキャンプリプレッション記念像などの銅像が立つ公園上のモールとなっており、ここで勉強する学生の姿もよく見られる。モールの周りはメリフィールド・ホール、トゥアムリー・ホール、バブコック・ホール、モントゴメリー・ホール、旧カーネギー図書館といった歴史的建造物に囲まれている。メリフィールド・ホールとトゥアムリー・ホールの間にあるオールドメイン記念広場は、 ノースダコタ大学最初の建物であったオールドメインのあった場所である。この広場に立つオールドメイン記念球の永遠の炎は悪な基地の探求を示している。この記念級の真下にはオールドメイン時代の歴代学長8人の名オールドメインの描写及び同行の効果あるママータの歌詞4両が彫られている。法学部校舎、図書館その他にもキャンパス中央部には 法学部校舎、図書館、ノースダコタ美術館、メモリアルユニオン、ギャンブルホール、ガーシュマンセンター、バートネスシアター等の建物が建っている。イングリッシュクーリーは、キャンパス中央部の西端を流れており、その西岸には、チェスター・フリッツ公道やヒューズ芸術センターが建つ。1908年に、アデルファイ文学会から寄贈された噴水は、現在も、ヒューズ芸術センターの東。 イングリッシュクーリーのほとりに当時のままの姿で残っている。キャンパス中央部同端にはヒスロップ、スポーツセンター、及びアレラスセンター完成前までフットボールチームの本拠地として使われていたメモリアルスタジアムが建っている。メモリアルスタジアムの東隣には各スポーツチームの練習場として2015年に完成したアスレチックスハイパフォーマンスセンターが建つ。 キャンパス南東端には、エネルギー、環境研究センター、国立水素技術センター、および人間栄養研究センターといった研究機関の建物が立ち並んでいる。キャンパスの東端、これらの研究機関から、ユニバーシティアベニューを隔てた北側、ユニバーシティアベニューとにサードストリートとの北西角には、グランドフォークス公園局の管轄下にある、ユニバーシティパークが広がる。 法学部校舎、図書館とユニバーシティパークの間のユニバーシティアベニュー北側には各フラタニティとソロリティの活動拠点である家屋が立ち並んでいる。キャンパス北部医学部本部、メインキャンパス北端、ゲートウェイドライブとコロンビアロードの南西角には2016年に完成した医学部本部が立地する。同じくコロンビアロード沿い。 フラタニティとソルリティの家屋群のすぐ北には、現在の医学部本部が完成する以前に本部が置かれていたコロンビアホールや生物医学研究センター、神経科学研究施設が立つ。また、キャンパス北部には2000年以降開発が進められているユニバーシティビレッジと呼ばれる地区も広がる。この地区内には、ラルフ・エンゲルスタッド・アリーナをはじめ、ベティ・エンゲルスタッド・スー・センター、 学生ウェルネスセンター、大学書店、いくつかの学生用アパートが立地するほか、ミニモール、銀行、診療所、コンビニエンスストアといった施設も建っている。キャンパス西部、クリフォードホールメインキャンパス西部は、比較的新しいエリアで、近代的な建物が立ち並んでいる。また、キャンパス西部には、学生寮やアパートといった、住居用の建物が集中している。 ジョン D ・オデガード航空宇宙学部は、キャンパス西部に立地し、オデガード、ホール、ストライベル、ホール、クリフォードホール、ライアンホール、およびロビンホールの5つの校舎を使用している。4セカンドストリートより西側には、ライアンホールおよびロビンホールに隣接して、スカリキービジネスインキュベーター、イナメールード企業センター、技術アクセラレータといった施設や、ヒルトンガーデンインが立地する。 メインキャンパスから西へ5マイル、グランドフォークス国際空港内には、航空宇宙学部の訓練、実習施設や、格納庫などの施設が置かれている。加えて、航空宇宙学部は、ミネソタ州クルックストン及び、アリゾナ州フェニックスにも飛行訓練センターを置いている。医学部は、メインキャンパス内の本部のほか、ファーゴ、ビスマーク、及びマイノットにも、支部を置き、これらの各地域、 さらには、農村部に至るまで、州内各地の病院や診療所において、医学教育を行き渡らせている。メインキャンパスから、BNSF 鉄道の線路とデマーズアベニューを隔てた、すぐ南側には、大学が所有するレイリーチャーズゴルフコースという、ゴルフ場が立地している。このゴルフ場は2016年、州政府の予算削減のために閉鎖されたが、2019年秋に、 再開する予定になっている。再開後は、本来のゴルフ場としての首都のほか、同学の学生や教授、地元企業などが、無人航空機のテスト飛行に利用することが、検討されている。また、メインキャンパスから南へ1.5マイルに立地する、私有のアレラスセンターは、フットボールチームが、本拠地としている。経営、行政学部の校舎である。 ギャンブルホールのスダコタ大学は、高等教育委員会により認定を受けている。同学は、以下の8学部、及び大学院を有している。これらの学部及び大学院が提供するプログラムの数は225以上に上る。学部主専攻は108、学部副専攻は69、大学院修士は86、大学院博士は39を数える。加えて、 同スクール及びメディカルスクールもそれぞれの専門職学位を授与している。このほか、専門職大学院進学準備プログラム、ディプロマ授与プログラム、サーティフィケート授与プログラムも提供している。また、同学の遠隔教育の歴史は1911年の通信教育開始に遡り、今日ではオンラインで120以上の学位、サーティフィケート授与プログラムを提供している。 その中でも、ノースダコタ大学は、航空宇宙学部に特に力を入れている。2010年には、全米で、初めて無人航空機で学位を授与した。また、同学部のパイロット養成プログラムは、全米でもパドゥー大学、オハイオ州立大学、エンブリーリドール航空大学等と並んで、トップクラスに位置づけられている。東海大学のパイロット養成コースである、 工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻は同学部と提携しており、学生は2から3年時に15ヶ月間、ノースダコタ大学に留学して飛行訓練を受ける。全体では、ノースダコタ大学は US ニュースワールドレポートの大学ランキングにおいて、全米の総合大学の中で250位前後という評価を受けている。ノースダコタ大学のスポーツチーム、 ファイティングホークスは男子8種目、女子9種目のチームを有し、そのすべてが NCWA ディビジョンイで競っている。ほとんどの競技においては、ファイティングホークスはサミットリーグに所属している。アイスホッケーチームは全米大学ホッケーカンファレンスに所属している。フットボールは FCS で競っており、いずれのカンファレンスにも所属しない独立校となっている。中でも、 男子アイスホッケーチームは、全米屈指の名門として知られ、フローズンフォー進出22回、内全米優勝8回、準優勝5回を誇り、NHL にも多数の人材を輩出している。アイスホッケーチームは、ラルフ・エン・ゲルスタット・アリーナを本拠地としている。また、男女アイスホッケーチーム以外が、ディビジョン2で競っていた時代には、フットボールチームが2001年に、 また女子バスケットボールチームが1997から99年に3年連続でそれぞれディビジョン優勝を果たしている。かつてはノースダコタ大学のスポーツチームはファイティングスという愛称を使っていた。しかし、この名称及びマスコットがネイティブアメリカンに対して攻撃的であるとして2012年に NCWA の命令により使用を停止した。 その後2015年、学生、教職員、その他関係者の投票により、新しい愛称が、ファイティングホークスに決定し、それ以降はこの名称を使っている。ノースダコタ大学は、スクールカラーを見取り、白、黒、灰色の4色と定めている。加えて、補助的な色として、同学のロゴの炎に限り、大々色を、また儀礼的な目的に限り、 桃色をそれぞれ使用することを認めている。歌表にそれぞれの色を示す。ありがとうございます。